はい、皆さんこんにちは、劇団おじいです。さあ今回はね、こちらの話題になります。昨日と今日限定2日間なんだけれども、まあ、分かんないけどもね、昨日ね誰かポチってたんで気がついたんだけども、前回8999円の怪しいプロジェクターを紹介しました、ね、限りなく怪しいプロジェクターで、それが昨日今日さらにもう1000円安くなってますね。安値更新7999円で、限りなく怪しいで、しかも100インチのスクリーンついてくる今回もね、ということで、まあ、この100インチのスクリーンも大体1990いくらぐらいで売ってるんだけども、大体安いところだと1500円ぐらいで売ってるんだけど、まあ大体2000円ぐらいはするんだよ、あのペラペラのスクリーンでも処理込みでね。でこの100インチのスクリーンがついて、まあ、おじいにしてみたら、まあ、使えるスクリーンではないんだけど、あんな布みたいなのね、でも全く何もないとかね、白い壁がないっていうところには、まあ、ないよりはマシかなみたいな、そういうのがね、なんだけど、まあ、この100インチのスクリーンもついて7999円、そうすると元気なおじいのなんかヨトンの Y7 がやっぱ 1080p でバッタンバッタン式のやつで、今8480円に値段変えたんだよ。1万4000いくら高えよっつって、もうすぐ会議やりますっつって、でこんなの7000ぐらいで売らないと他のものと比べてここでしょっていろいろ説明したらね、分かりました、全部 上に伝えますっつって、でその後に今8480円で売ってるんだよ、スクリーン式でね。でそれよりもね安くなったっていうのね、と思って、で、まあ怪しいないんだけど、ここにねスマホがあるんだけど、いかにもスマホが使えるように見えるんだけども、いやスマホつかないと思うんだよ。で本当はつくんだけども、仕様に書いてないとしたらなんでかなっていうと、技的認証を取ってないから。でも中国の人って技的認証知らないってね、それで売り始める人結構多いので、まあ、そこまで、知っててやるところではないと思うからね、まあ、これはちょっと引っ掛けなんじゃないかなっていう、だから怪しいんだよ本当ね。で、まあ、これね、これなんだけれども、14,999円ね。で見た感じもね、なんかあれとは違うんだけどね、おじいが9,999円でね紹介したのとは違うけども、まあ、それよりもちょっと下がりまして、こっちはね、ただ14,999円でフル HD で、で 6D 台形補正とかって書いてあるんで、いやえらい安いなっていうね。例えばまあ、レンジが良ければの話だけど、 V10 とかね K8 なんか買っても18,000円台ぐらいでしょ。でそれが14,999円で、さらに7000オフのクーポンがあるので、で、まあ、ここちょっとズームしてみようか。14,999円の値段で他が安く、他のクーポンがないとしたら、でも安い部類に入るんだよ実は。で、今回14,999円から7000億のクーポンなので、ね、7,999円になる上にこれなんだよね、プロジェクターを1個お買い上げになると100インチスクリーンが1個無料になりまして、まあ、これ確か前もついてたと思うんだけど、だからこれで両方ともカートに入れるっていうのを、ここをポチるとね、電信柱にぶつかってひっくり返ろう、うるせえな本当ね、両方ともカートに入れるっていうね、ここをポチります。そうすると7000円の割引と100インチのスクリーンが両方が7,999円で購入できるということになりますね。はい、それでこの7000円オフのクーポンね、前回は6000円だったと思うんだけども、それか元の値段が違ったのかな、どうだったかな、ちょっと分かりませんけど、一部クーポンがね短い時間で、まあ毎回こう更新されていっています。ずっとあるんだけど結局、でこれが昨日から今日まで何時に終わっちゃうかわからないけれども、一応今日までになってます、これがね、7000オフのクーポンがね。で両方ともカートに入れる、これね、両方ともカートに入れる、上をチェック、ここをチェックしてから両方ともカートに入れるってやると、このようになります、ね、
このプロジェクター別売りで売っている1990円で別売りで売っているこのスクリーンとこの本体が2つ入りまして、で16998円になりましたね。で、最後のページに行くとプロジェクターは6401円そして、このおまけでついてくれてたねこのプロジェクターに一応1598円が割引が割り振られます。それで、16,998円から割引が8,999円という名目上になって支払い金額が7,999円になります。まあ結局あの支払う金額は7,999円ということになります。で出荷元がアマゾンなのでまあ物がちゃんと届くで実際にレビューを見ると届いてるっていう人もいるからね、なので詐欺ではないということが分かります。で万が一の不良があった場合とかもし万が一なんかあった場合はアマゾンなんでもうワンタッチで、ね、返金は保証されるということになります。でレビューが28お店にレビューが28があるから、まあ、それ以上の取引実績はちゃんとあるということになります。これどんじゃねえとこれね昨日買ったんだけど半額で買ったんだけど今日までなんだよね期限ね1個だけポツンってあったんでおおと思ってねすぐ飲んじまえば間に合うなと思って半額かと思って通常で買うと148円ぐらいなんだけど半額安いでしょだから急いで飲まねえとお腹壊すからね。けど寝る前で半分飲んだんだよ。それで、まあ、ここの場合はここの文章も何もないし、まあ、ちょっとなんかな善の部分がちょっと少ないかなお客様に対する精神がねえかなって。でここはおじいもね2、3回ぐらい連絡してるんだけどスルーされてるんでサポートもそんな感じかなと思ってね本当に気になってるんだね。で、まあ、商品見てみると今までの紹介したものとちょっと違うなと思った部分はこの右側のこの背景の部分ね。でここにコード類とかメモリーカードを挿すと熱くなっちゃうんでいや背景のとこにあるのはちょっとなと思ったんだけど、まあ、普段あんま使わないようなメモリーカードがここに入るようになってる。でここにここの隙間がこれだけあるんで、でここに HDMI だけがこっち側にあるんだね。だからこれぐらいのスペースがあればまあこれこっち側にこうしてやればまあこの背景の熱でコードがやられるってことはないかなってね。この構造はおじいが今まで紹介してきた中で最近横にバーってついてるものが多いんだけど電源コードとかねメモリとか石山が熱くなっちゃうこれでここの場所かなっていうのを結構見たでしょみんなも。でもこれだったら普段ここ使わねえだろうし入れても中引っ込んじゃえば熱くならねえし背景にやらないしいやこれだったらなーっていうのがあったんだよ。おじいとタイアップすればね思いっきり褒めてあげるのに、ね、で上の部分にバッタンバッタンがないからあこれバッタンバッタンないのかなと思ったんだよ。9999円のやつはバッタンバッタンがないんで前ね男だったやつはであこれもそのタイプかなと思ったけどいや待てよフォーカス調整のダイヤルもないじゃんと思ってあこれはもう怪しいなと思ってねさらにまあこれがここにある段階でもこれ騙しなんで怪しいんだけどで他の画像から見ると HDMI とメモリーはこっち側にあるんだけど後ろにねここに電源があるんだねこれね。でここに VGA があってここに USB があるんだね。でまあイヤホンと AV でこれなんだろうなこれなんだろうここに
ここに何かあるんだね。これなんだろうな。これ電源かな。これパッチンっていう電源かな。ね、ヒューズがあるものとないものとあるんだけど、この電源のオンオフがあるプロジェクターとないプロジェクターがあるんだよ、実はね。で、まあこれはスピーカーだと思われます、ね、なので、あ、こういう構造なんだと思ってね。この電源がせめてね、どっか横にあれば、ここら辺は使わないからね、 HDMI が横にあるから、こう天井こう今流行りのこうやってやんでもいい、ね、いいじゃねえのかなと思ったんだけど、ここ排気じゃないからスピーカーだからね、だこれこのまんま床に置けるのにと思ったけど、まあ、電源はねあれなんで。で、じゃあダイヤルどうなったかなと思ったら、別の動画から見つけました、これね。はい、ここだね。フォーカスリングがこの横にあります。で、おじいが紹介してきたプロジェクターの中にもこれ横にあるタイプっていくつかあったよね、これがね。で、ここです。おじいが注目したのはここのところのエリアに、はい、真ん中になんかこういうのがあってね、 これがあるよね。はい、そうなんです。バッタンバッタンなんです。結局15度の大気補正がバッタンバッタン式のね、ものになります。まあ、どこが真ん中かよくわからねえってやつね、になります。で、あとここだね、この VGA、 これね、 VGA、 この VGA がついてるものは Bluetooth とか Wi-Fi とかそういう機能はない。で、この商品の説明どこ見てもBluetooth とか Wi-Fi という単語が出てこない。なのにスマートフォンが上に置いてある。怪しいでしょ。で、義務キャプチャーツプテキッサも言ってるんだよね。VGA もね、今でもまだ必要な場合もあるけど、これがついてると電波がないんだよねっていうね。で、最近はこれがなくなって電波がついてるねっていうね。まあトレードオフなんだけども、VGA がついてて電波がついてるものってあんまないよね、うん。で、バッタンバッタンがついてるんだけれども、このプラスマイナス50度のズーム、要は縮小ができるよっていうね、これ X と Y だから、おじいがよく紹介している、そのまんまこう縮小じゃなくて X と Y だから、こうとこうがあったでしょ、おじいもよくやってました。だこうだけとこうだけのそれもできる。で、50% もいけけけけけけんで、 50% までいくのがいいよっていう、ね。まあ、いわばいいやつは 80% までしか小さくならないんだけど、意味ねえじゃんっていうね。 50% までしかない。だここのところはいいズームを使ってるし、あとこれ 6D 自動大矯正、これ 6D っていうのは何かっていうと、2Dが、いい？バッタンバッタンがあるでしょ。これ電子補正でもね、こうやってなる機能があるの。これがワンデー、わかる？で、次にこうの調整ができるの。これがツーデー。で、残りの4デーは何っていうとね、はい、ここ。はい、でん、はい、これがすね、三つ目の 3D で、ここはい 4D で、ここ 5D、 ここ 6D ね。だ、つまり 6D ってよくいろいろ見るでしょ。 6D のうち 2D はこうなる 1D、 2D ね、この調整のことです。で、残りの 4D 台形補正は1点、2点、3点、4点のこれのことが4デー台形補正って言います。だから両方ついてるから6デー台形補正なんだね。で、ここにね、自動台形補正って書いてあるんだよ。で、6デー自動台形補正っていうと、おじいの頭の中では、ヤーバーの V7。あれがね、確か6デー自動台形補正だったと思うんだよ、おじいの記憶だと。で、本当と思って、この自動台形補正ついてんのかなと思って、
まあ他のプロジェクトは6点、台形補正機能はほとんどありませんって書いてあるから、そうだよね。いや、まあ、あのおじいも V シムしかあのいじったことがないんだけど、5つ方向の補正サポートはプロジェクターの小木場愛用で、そうそう、ヤーバーの V7 と同等のものが7999円で、しかもスクリーンが付いてくる、本当みたいな、ね、本当かなみたいなでもアマゾンの倉庫の出品だから、もし騙されたら1ヶ月以内はね、無条件でお金戻ってくるっていう保証があるので、まあチャレンジしてみる価値は、今のところで2人ぐらい注文されてるんだね、これね、まあ、限りなく怪しい、ね、あのスマホで、スマホってほらどっちでも遅延するじゃん、ね、だから遅延が嫌だって言ってる人とか、あとなんかゲームとかね、戦いたい人とかは、いやー遅延して使えねえ、どの道遅延して使えねえんだったら、映画とかの見るんだったら別にいいかもしんねえけど、そうでない方でも、どの道あの映画とかああいうの見たいっつってもほら、アマゾンとかで見たってもあ著作権の保護でどうせ見れねえでしょ、あのファイヤースティック刺さないと。だからね、スマホの機能ってね、今の時代みんな使いたがるけどもね、まあ、LINE で通話会話するとかさ、でも自分はプロジェクターで楽しいけど、相手に対して送る映像が真っ暗闇になるじゃん、結局アバターみたいになっちゃうじゃん、あの暗闇でやりながら、そのスクリーンの光でバーって青白くなったのに LINE でお話してるわけでしょ。自分は大きな画面で相手の明るいお部屋で、いやーおじい元気みたいなプロジェクターで見るけど、 お元気だよっておじいの方は暗い中でこのスクリーンの反射で見る、青白い感じで元気だよって怪しいじゃん、すごくね。まあ、そんな感じでね、あの使う人もね、あんまりいねえと思うからね、ほんとね、あれ非常に怪しい、めちゃめちゃ怪しい。ただ泣いても笑っても7999円でスクリーンがついてくるっていう。で、あのまあバッタンバッタン式の 1080p おじいが紹介した中では過去最安値が7500円、ね、グロビューかなんか、グロビューだった、グロビューじゃないや、なんだっけ、どこんだっけね、あったよね、7500円がね。で、あれももう1万円ぐらい値段上がってるけど、それでもまだ安いんだけどね、それでもね。でもこれだけの機能、性能がついていて、これが本物だったら、すごく安い。っていうことだよね。ただ、動画が滑らかかどうか。ね、この間、ヤーバの V7 と V10 の比較したときに、V7 はあのなんかフレームがっていうね、視聴者さんから言われて、で検証してみたら、あ本当だみたいなね、本当まあ気にして見てると気がつくけど、普通にあんま比較してない人だったら気がつかない部分であったから、まあそのクオリティなのかな、どうなのかな、どうなんだろうと思うし。でまたあのわけのわからないところがね、しょっけなく出してるでしょ。だからね、謎なんだよねこの出品者ね。でなんかレビューを見てもね、なんか問題があったのはアマゾンがちゃんと補償しましょうってなんかこう消されていたけど、サポートがねあんまり期待できないんじゃないかなっていう。でも安いっていう。Wi-Fi がつかない代わりに VGA の昔のやつがつく。でもそれ以外はちゃんとしたものだよっていう。ね、まあ、それぐらいなんだよね。まあ、Wi-Fi がついてるけども、技的認証がないから隠しとくっていうことも考えられるけど、でもそういったもので VGA がついてるのは考えにくい。もし万が一ついていたとしても、じゃあ技的認証がない。でも利用する人にとってみたら、技的がないからって別に関係ないんだよね。なんでかっていうと、 Wi-Fi とか Bluetooth って電波がそんな遠くまで遠くまではないし、で違法な電波が出ない限り、別に犯罪にならないんだよね。技的認証のマークがついていなくても違法な電波が出ていなかったら捕まえようがない
そうでしょ。で中に使ってるモジュールがこのもう専門のところで、あのもう中国って作られてる工場をかけられてるって一部言ってるじゃん。だからそこにあるもので、あの悪いものを、悪い電波が出るものをパーツモジュールを使ってたら他のプロジェクターも問題が出てくるんで、これだけで済む話ではないので、わかるよね。あの日本みたいにメーカーがあって自社工場があって自社で開発して作ってるものではないから、だからこれだけで済む話ではないっていうね。だからそういうのを考えると、まあ技術があってもなくてもね、その人の気持ちの問題なんでね、実際なので、まあ、あんま関係ねえ方で、あの売る方は売る方でね、あの中国にいるわけだから、別に何か言われてアマゾンに何かあったら出品消されるかもしれないけども、別に日本の法律が中国の人に適用できないんだよね、これがね。なので、そんなの関係ねえって感じなんだよね、本当ね。でもね、この内容から見るとこれはね、ただの騙しだと思うんだよね。 VGA が口ついてる、あ、さっきの VGA か、これなんだろうなって言ったの、これそうだ、これなんだろうな、あ、15ピンのこれ、あの VGA だ、これ青いやつだね。あ、それこれじゃん、これが VGA じゃん。じゃあやっぱこれなんだ、これなんだろうな、これこれなんだろう、これヒューズかな、なんだろうな。リモコンの受光部にしてはさ、なんかちょっと大きいんで、普通のことし、あ、リモコンの受光部だ、他ないもん。 AV と 3.5mm のヤホだから、これリモコンの受光部だ、これね。そうだそうだ、ね、後ろだって後ろにないとね、電波が、リモコンの使い勝手悪いからね、本当ね。はい、まあそんなわけで、まあでも今おじいが言ってることを全部総合しても、まあそんなの大したことねえなっていうね。でなんか悪そうなもんではないなっていう雰囲気があるでしょう、ね。でまた15度のバッタンバッタンがついてるから、後ろにはまたあのネジを外せばね、こうやってあのプラスチックのネジが出てきて、であのホコリが入ったらまたこうやってあの掃除ができるだろうしね、おそらくね。まあ写真見ねえと分かんねえけどね、どうなんだろうね、どうなんだろうね。チャレンジャーね、本当 お金を、発生のお金をまあ、ドブにしたことはないな、もし万が一なんかあったらアマゾンに返品できるからね。だからおじいも本当現物がないものは自信を持ってあの大丈夫だよとは言い切れないし、で案件で来てるわけではないし、なんでこんな怪しいものを紹介してあげなきゃならないの。取り上げることによってあの買ってる方がもう2人出てきてるからね、これね。ね、でもあおじいの動画見ててね、あでもなんか恥じりじゃなかったよってね、いいもの買えたよっていう声が聞けたら嬉しい。これがね、あの出品者の発想とかね、なんかあれだったら、万が一もし何かあったらね、お金の戻し方説明したきゃなってなるけども、まあ、お客さんにとってのデメリットはないから、まあ、チャレンジ精神、要は建て替えるお金があれば、で届いても気に、ね、こうやって書いてあったからこれが違うと思ったけども、ね、来た商品が違ったっていう項目もあるでしょ、ね、こうやって書いてあったからこうやって使えるのかと思ったら、これ何のために使えないじゃんっつってね、騙されたっつって、それを理由に返品することもできるんで、ね、実際届いた商品が違ったっていうのがあるんで、ね、まあ、返品理由はね、いくらでもあるんでね、マイナスはない。8000円あれば、お試しで、ね、ちゃんとしたものが来て使えたらそれに越したことはないし、これダメだっつったらお金戻ってくるし、ね、まあ、どの道で悪い話ではないので、おじいがこうして取り上げてるんです、これはね。でこれがもしタイアップでね、この出品者がちゃんとおじいの連絡に応じてタイアップになったら、もしかしたら最強かもしれないね。でもそうなるとどうなるかっていうと、売れてくると値段上がるんです。で今これレビューも何もないんで、何もないんで怪しいんです。ただ出品者の情報のところに悪いのも書かれてるけど、でも一応28も溜まっ
ってるので、でアマゾンの出品だからちゃんとすぐ届きましたっていう周評価もあるか ら、 だからここのところの実績があるので怪しくないから、まあポチろうかなと思う人もいるだし、で他のものは扱ってないからね、ねえ、なのでまあこれだけ見るとここの評価がちょっと増える。で普通の業者だったらっていうか、おじいがあの9999円とか、あと別のところもそうなんだけど、あのお金を使ってね、要はあんまり評価が集まらなかったらすごい高いんだけども、バインプログラムにアマゾンにお金を払うと桜に無料でばらまいて、であのレビューしてくれるけど、その桜はあのあるあのね、評価を良くすると、まあ、次のが来やすいというか、悪い評価すると出品者があんまりあれしてくれないとちょっとまた来にくいというのがあるから、あれもなんだかんだ言いながらこう見えない、 見えないなんかそういうのがあって、あんまり悪くは書けないみたいな、あのそういうのもあるんだけどさ、心理的にね、次欲しいからね、あのだいたい転売屋さんとかそういうのがほとんどやってると思うんだけど、お金をかけてレビューを集めるかね。でそれをまだ今のところね、あれから経ってもやっていないので、他のところを見てみると、あのバイメンバーはあれだよって言ってるのに、あの後またさらにお金をかけてまたバインばっかり増えてるっていう、またさらに信用がなくなってるじゃん、他の人のレビューほとんどないじゃんっていう、そういうショップもあるんだよ。おじいがいくら説明しても理解しないっていう、そんなあの本当ほとんどのレビューがみんなバインメンバーのって書いてあったらさ、なんかバカバカしいじゃん買うのが。そうでしょ、そんなに無駄にばらまく、ばらまけるような価値観のないものなのかってなるわけじゃん結局ね。あのでこうヤバとかああいうとこだってそうでしょ、 V10 とか V7 とかああいうのもさ、ね、まあ原価いくらか分かんないけど、まあ売り値が1万いくらするものをね、あのこうやっていろいろこうばらまいてレビューを作ってもらうわけじゃん結局ね。でもやっぱ高いものになると10名様って決まっちゃってるしね、まあうちはその枠から漏れたんだけど一回ね、だからそういうやっぱ予算っていうものがあるわけで、それを使っていないからこういうのができるんだよね逆にね。ただ本当のあのインチキな桜集めのやつをやらないという、その倍がすごい値段が高いので、あれ申し込むのがだから、その経費がないのか、やらないで安くすれば売れるだろう、で自然に安く買って、ああ商品に自信があれば、まあ、嫌でもいい評価がついていくだろうっていうので最初の転がしで出してる。だ例えばおじいみたいなのを取り上げて売れ始めちゃったら、当然ここら辺これは残すかもしれないけど、ここら辺がなくなる、これでも十分自信があるから、ね、それかこの値段をまた上にポンって上げるか。でも多分ここのやり方っておじいがね、あのいつも褒めてるやり方なんだけど、他の業者ってさ、ひどいところだと3万円ぐらいの値段をつけて、そこから1万円オフのクーポンつけて、あの2万円になりますよ、さらにあのちょっとこのね限定クーポンで2000円しかありませんから、そういうやり方でしょ。だから検索ですごい損なんだけど、ここは一定の条件で検索すると値段がそもそもこの値段であの引っかかるので、この値段のライバル品っていうと、もうちょっとしょぼいものと同じそこにこう比較になるので、だからそこに行くためにはもっと一定期間にたくさんボンって売れないと優先して表示してもらえないから、みんな競争するわけで、ね、だからねここのところを最初この値段で出してきて、なおかつ ここはあのプロモーションとして、要は広告費としてこれやってるから、このやり方ができるっていうのはすごいなと思うんだよ。おじいもものすごいね、もう 数百件世間対話言ってるよね、こんだけレビューやってればね、それぐらいの出品者さんとすごい話をしてるけど、なかなかね伝わらないし、で教えてあげると、あそうだねって直してる出品者だもんね。
あるよ、ヨトンとかね、ああいうとこ始めたばっかのところはいろいろ教えてあげたら素直に、いやそうしますとか、あと無駄なこの飲食のこの高いのはこれはマイナスになるからやらない方がいいよ、この値段で売りたいんだったらストレートで値段を変えないでやるとかね、だからイヤーバーとかそういうところもねグラフで見てごらんなさいっつって、この値段が当初から変わらないでしょ、でもこのクーポンはここに反映しないからここが値段変わってないけどもここは維持しなきゃならないでよ、毎回ここがこんなになったら信用がないでしょってね、だから他のところはこうやってやっちゃってるけどもね、お宅のところは今この状態で来てるからこれを維持するか交渉員でこうやっていくか、さあお客さん立場なんて考えてみたらって、こういうのをずっとお話ししてあげてる。でそれ言わなくてもこの出品者はすごく非常にいいスタートをしているので、だ本来だったらおじいとタッグ組めば多分ナンバーワンまでガツンといけるね素質は持ってるんだよね本当はね。残念だけど連絡つかないだね、ここはね。だ本当ゲームキャプチャーチブテックエッジさんがね、じゃあ忘れなかったらまたちょっとお金パパパンのところ置いとくけども、あれ9990円でね売ったとこなんだけど、担当者はすぐ辞めちゃったんで、まあよっぽどひどかったんだよ中がね、で辞めちゃったんで本当で引き継いだ同僚っていうか上司っていうかがもういちいちじーっと かじりついて見てるから、もうちょっと売れないともうクーポン無効にしちゃうし、値段ガンガンここをバンバン変えちゃうし、ここもバンバン変えるし、ほんと信用ないんだよあそこ見るとでも結局売りたい値段がだいたい1万4000円前後ぐらいに落ち着いてきてるので、ね、おじいを殺したからね、もうブロックしちゃったしね、あれなんだけど、一回嘘の案内になっちゃうから、それ言った期間ぐらいちゃんと約束は持ってその値段で売れよって言ってるのに使えなくなったっておじいに苦情が来たから、だからそのもう視聴者さんからおじいに対して苦情が来たところはもうタイアップ終了っておじいルールがあるんで、おじいの信用をなくしたりとか泥塗るところはもう即タイアップ終了なんで、動画を全部非公開にしたんだよね。まあでもおじい優しいからね、また復活してあげてあるんだけどさ、それもさ、まあそんなわけでね、これはね本当今のところおじいも毎日プロジェクターは新しい順でどん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 消灯して見てるんだけれども、すごい気になるこれね、だから限りなく怪しいでも機能性能価格で言ったらすげえなーと思うんだね。だおじいはでも現物を見ないと信用をしないから、だからおすすめはできない、いい？おすすめしてないからね、おすすめはしませんね、現物のないものはおすすめはしませんね。ただアブグゼニがあるチャレンジャーの方ね、興味津々な方ね、好奇心旺盛な方はねチャレンジしてみるとネタになるかもしれませんね、まあ、そんな感じでね、YouTube やってる人なんかね、これ買ったらさーなんてさ、これ7990円でスクリーンまでついてきたけど、いや大金欲しい、ここまでできんのなんてね、明るさが分かんないけど、明るかったらね、いや明るいんでね、一応昼間でも一応電気消せば見えるよとかってやれば結構ドカーンっていくと思うんだけどね。あでもね、おじみたいなのやってもいかないんだよ、とりあえずね、どんな商品でもとりあえず、ね、若いピューピューした女の子がやればドカーン。プロジェクターのさ動画もいろいろ検索するともう何でもいいからさね、とりあえず若くて可愛いお洋服着てツインテかなんかにしてこれ買ったんだけどってやってるともう何万アクセスボカーンっていくからね、まあ、別にプロジェクターじゃなくても何でもいいよね、何をしようねもうそんな子だとね、いや今回メジャー買ったんだけどなんてもうメジャーがドカーンって売れるよね、メジャー紹介してるだけでも生アクセスいくよね、本当ね、物は全く関係ないよね、私今日つまずきましたって動画でもうドカーンっていくよね本当ね。はい、まあいいや、はい、終わろう。
そんなわけで、暇つぶしになった方、参考になった方はグッドボタンよろしくお願いします。で、うっかりね、おじいは絶対おすすめしてないんだけども、うっかり買っちゃった方からの情報もお待ちしておりますはい、そんなわけでね、つまんない情報でした。またね、バイバイ